イメラジオ、今日は令和4年8月11日山の日です。お休みですね。時刻は午前11時半、もうすぐ正午の、そんな時刻です。イメラジオの放送、空は夏空、だんだん空が秋の感じになってきましたね。まだ8月11日なんですけど、さて今回は次の総裁は誰かシリーズパート2、高市早苗取り上げましょう。高市早苗さんです。ついこの前まで自民党の政調会長、自民党の幹事長、総務会長、そして政調会長という三役は、実は大臣というポストよりもよほど重要だから、やっぱり今岸田自民党のナンバー2は茂木さんなんですよ。幹事長やってはりますよね。で、その政調会長を高市さんがやってた、それは昨年の総裁選で安倍元首相の応援を受け、高市議員が前線した。それに対する岸田首相からの評価、たとえ岸田さんからすれば対立候補であったとしても、自民党の中でそれだけの得票をしたからには支持者がその背景にあり、しっかりと遇さなければいけない。しかもこの奈良選出の高市さん、自民党の中でも特に保守的な発言が目立つ、そういうお方で、そして現在の自民党がもう保守政党ではないと嘆く向きには、そんな自民党にあって高市だけは、そういう意味もあって昨年の自民党総裁選は保守層から見てもそれなりに興味の持ってるものではあった。高市がどこまでやれるんだと、ひょっとして高市が首相になるのか、女性初の首相か。高市さん、若い頃は綺麗な人で、で今も綺麗なんですけど、60を少し超えた、だからあと 3,4 年したら総理大臣になってもいい、そんな年齢。今まで総務大臣、そして党の政調会長、こういう役職を歴任し、ですから首相になってもおかしくはない、そういうキャリアを積んでいる女性。けれど今回の内閣改造で政調会長を外され、で経済安全保障担当大臣かなんか、ちょっと聞いたことのない名前の大臣になった。ですから入閣はしました、入閣はしましたが、重要ポストではない。でさっきお話したように、党三役というのは大臣よりもずっと大事なポストなわけですから、これは事実上の降格と言っていいと思います。高市さんは今回の内閣改造で降格されました。けれどその聞いたことのない、そして人事権もない、そういうポストは嫌だと、もし高市さんが言えば、それこそ党三役でもなければ大臣でもないという
普通の議員になってしまいますから、それよりはたとえ降格でも大臣ポストはついといた方がいい、そんな判断だったでしょう。今回の高市さんの降格、岸田さんにとってこの夢ラジオで今次の総裁は誰かシリーズ、これは岸田さんにとっては失礼な話なんですけど、なんかまるでもう岸田さんが次の総裁選あと2年後ですか、その次の総裁選でもう再び選ばれることがない、これを前提にしたようなお話をしてますが、いやもちろん岸田さんは続投希望でしょう。でそうなった時、前回の総裁選でやり合った相手である高市さん、それはそんなに厚く遇するわけにはいかない、いつ自分に気は向いてくるかもわからない、うん、なおかつ高市さんは派閥に属していない、そして高市さんが昨年の総裁選であれほどの戦いを見せることができたのは、その高市さんを安倍元首相がバックアップしていたから、こうでしたね。安倍元首相が今亡き状態で、もう高市さんは政治的な力をなくしてしまった。岸田さんが安心して高市さんを降格できるのも最大の理由はそこでしょう。派閥に属さない高市は安倍元首相という強力な後ろ盾を失い、党三役から新しく作られた大臣ポストにしがみつくのがやっと、こんな状況です。ですから今回次の総裁は誰かのタイトルでパート2、高市さんを取り上げていますが、高市さんよほど頑張らないと、そして時の利が高市に風を吹かさないと、もう総裁選は難しいんじゃないでしょうか。夢ラジオ、次の総裁は誰か、高市早苗さん取り上げました。